はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、コーヒー関連のとある武器を購入いたしましたんで、開けていきたいと思います。もうね、ずっと欲しかった秘密兵器なんですよ、こちら。はい、じゃじゃん。はい、めちゃめちゃでかいですけどね。はい、こちら、ボンマックのビームヒーター、コーヒーサイフォン用のビームヒーター、型番が BMBH350N っていうやつです。ずっとね、前から目をつけていたんですよ。ビームですよ、ビーム、ビームでサイフォン。もうそもそもね、サイフォン自体が味はもちろん、見た目にもコーヒーをこう楽しませてくれる、すごくパフォーマンス性の高い、器具なんですけれども、それをさらにアップグレードしようということで、はい、思い切って買ってしまいました。じゃあ早速開けていきたいと思います。でかすぎてカメラに映るかないいよ、ほいおお、あ、いきなり来た。まずこれがなんだこれ、あー、電熱線みたいな、ハロゲンランプってやつか。あ、これめっちゃ大事ですね。これ割らないようにしておかなきゃ。で、この綺麗なパーツと、お、かわいいコーヒー豆のデザインの、おお、これが本体の上部に来るところですね。そして下に本体かな。おお、でかっ。あ、結構でかいな。あー、すごい。おお、すごい。思ってたよりかなりでかいっすね。しっかりとした、うん、安定感がある。入っていたパーツとしてはこれだけ。で、説明書を読むと、まず手袋をして、このハロゲンランプをソケットにねじ込む。なんで手袋が必要なんだこれ。あ、手についた油分によってランプが破損する恐れがあります。そうか、ランプがめっちゃ熱くなるから、この指についた油、不純物がついていると事故の原因になるんだ。そんなに熱くなるの。じゃあさっき触っちゃった方は後で拭いときます。この新品の方を開けて、はい、ここにねじ込む。めっちゃ繊細なガラスのやつだから慎重にね、割らないように。え、どこまでねじ込めばいいのこれ、大丈夫かな。よし、 OK。 そしたらこの綺麗な板をはめる。そして付属のネジで、しっかりと留めると。これあんまりネジ山が硬くないですね。あんまり無理すると潰れちゃうかな。よし、 OK。 あ、違う、間違えた。この豆を一緒に挟み込むんだ。まあでも多分この豆はそこまで構造上必要ってわけじゃないだろうから、まあ飾りの意味合いが強いのかな。好みによってはもしかしたら外してしまってもいいのかもしれないですね。まあでも僕はつけますけどね。めっちゃコーヒーコーヒーしてる。他のメーカーのビームヒーターもいくつか見たんですけど、こういうのついてないですからね。有名なところで言うとハリオさんかな。ただハリオさんのビームヒーターはかなり業務用専用っぽくて普通買えないんですよね。で、値段もかなり高いし、その分タッチパネルとかついていて、まあ高機能ではあるんだけれども、まあうちで使う分にはね、この火力調整のつまみさえあれば、てかこのくらいシンプルな方が多分使いやすいと思うんだよね。よし、 OK。 じゃあ組み立て完了。そしたらコンセントを、はい、つないで、はい、じゃあスイッチ入れますよ。せーの、よっ、おー、うおすげえあ、熱い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 、かなり熱い。はい、カメラの設定を肉眼に合わせてみると大体こんな感じですね。それでもすごい明るい。このマックスが加熱目安、赤いところですね。で、オレンジに行くと抽出目安で、黄色に行くと保温目安らしいです。うん、つまみ一つでこんだけ、シンプルに即座に温度を変えられるってすごい便利ですよね。これは使いやすそう。普通サイフォンってアルコールランプを使うんですよ。これが付属していて、これに火をつけて、まあ火力調整ができないってことですね。このまんま、まあ、火を近づけたり遠ざけたりして火力調整をする感じかな。で、僕の場合は別でガスバーナーってのも持っていて、これでもね、火力調整はできるんだけど、
いや、これはやばいでしょ。このパフォーマンス性は他にないっしょ。今は空だからね、加熱はできないけど、でもサイズすごいぴったりですね。しっかり抽出してくれそう。ここに溜まったお湯が沸いて圧力が上がって上に上がって、そこから、コーヒーの抽出が始まるわけです。よし、じゃあ早速コーヒーを一杯入れてみましょう。豆は今日は 27g ですね。今日はフィルターペーパーにします。ネルもあるんですけどね、まあ、ペーパーが手軽なんで僕はこれが好きです。ペーパーだと割とすっきりめで、ネイルだと油分が出るんで、結構重めというかしっかりめに出ますね。まあとは言ってもサイフォンがもともと高めの温度で抽出するんで、かなりしっかりめの味になるんですけどね。よし、 OK、 準備完了。はい、じゃあいよいよやってきますよ。まずこのフラスコに 360cc お湯を注ぎます。なんでこれ水じゃいけないかって、水からやっても、まあ、できるっちゃできるんだけど、ヒーターにちょっと負担がかかってしまうんで、基本的に、ビームヒーターっていうものは、どこの会社のものも、お湯を水から沸かすためではなく、コーヒーを抽出するものっていう考え方なんで、なるべくならお湯を注いであげた方が、まあ、機材に負担がかからないんですね。実際にこれを使っているサイフォンのお店とかに行くと、基本的にでっかいポットにお湯をたっぷり沸かしておいて、オーダーが入ったら、まあその分お湯を注いでこうやっていくって感じですね。まあそれはさておき、とりあえずつけます。おーカメラの設定はこれくらいかな。おー、綺麗で、この時に上のフラスコも挿して少し温めていきます。うん、色味もすごいなんかいいっすね。柔らかい感じで見ててちょっと癒される。うん、結構近くに寄るだけで熱さがきますね。あ、それ余計なのか、これはもしかして。この豆のモチーフのカバーね、まあ穴が開いてるからそこまでの性能ないと思うけど、いやでもこれ本当にかっこいいなずっとね欲しかったんですよね。おお、来ました。よし、じゃあお湯が沸いたんで、これを刺します。刺すとしっかり沸騰していれば、この上にお湯が上がってくるはず。おお、来ましたね。結構スローだけど、おお、来てる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 。ああ、しっかり沸いてますね。まあこのサイフォンが3人用で結構でかいやつだから、ちょっとかかるのかな。あ、でも、あ、勢い増してきた。 OK、 よし、じゃあ上がりきったところですかさず粉を入れます。あ、そうだ、ちょっと温度調整して、よし、よし、そしたら火を止めて第2攪拌。まあこれ入れ方はいろいろあるんですけどね。よいしょ。そしたらこの下のフラスコの圧力が変わって、よし、 OK、 抽出が終わりました。じゃあこいつを外して、よし、あ、そっか、ここで保温用を使えるんだ。サイフォンのサーバーってさ、今までこの浮いてる状態だから、このサーバーみたいにウォーマーに置くことってできなかったんですよ。だけど、おーいいじゃん。
たくさん入れてこんな風にきれいにディスプレイしながら保温しておくこともできるってことですね。コーヒーのもともと持っている赤みもさらに際立って、うん綺麗っすね。激アツ、めちゃめちゃいい香りがする。はい、というわけで、こちらね、初めてビームヒーターを使ってサイフォンでコーヒー入れてみました。めちゃめちゃそうなんですけど、ちょっと保温しすぎたかな。これ香りが立ってるとはいえ、うん、あ、めっちゃいい香りするんだけど、相当熱くなってますからね。湯気が半端じゃないです。ちょ、気をつけていただきます。まあ、もともとね、サイフォンってこうやってお湯を沸かして抽出する機械なんで、そもそもね、入れてる段階からこう香りが立って、入れたのもかなり熱々で美味しいんですよね。いただきます。熱熱いな。あ、うまいうまい、うん、あ、美味しい。かなりどっしりめにやっぱり味は出てますね。もともと深入りで、苦味と甘みが強めの、コーヒー入れたんだけど、あ、うまい、あ、これうまい。やっぱり使ってみての感想として、このビームヒーター、火力の調整がいつも使っている、まあ、ガスとはちょっと違うから、微妙にまだ初回ってことでこう思い通りにいかなかったところがあって、どうかなと思ったんだけど、火力自体がそこまでこう荒いってわけでもないか、強すぎるってわけでもないから、ちょっと時間が取りすぎちゃったところがあっても、そんなに荒くなってないですね。え、むしろいつもより柔らかいか。あー、これは、あ、これはうまい。で、この、ね、サイフォンで入れたことによってこう香りが広がったね、部屋がね幸せなんですよね。で、今うまくいかなかったところって言いましたけど、それは、火だと火をつけて消すともう熱ないじゃないですか。スイッチオフにした瞬間にもう火は消えて温度はゼロになる、ほぼほぼね。だけどこっちの場合は、このつまみをオフにして火を消しても若干ね、これが熱持ってるんですよ。その熱によって最後このコーヒーをろ過するとき、下に下げるときに下のフラスコが冷めるのがいつもより遅かった気がしますね。いつもより長くコーヒー液が上に溜まっていた。だからこの部分はもし早く下げたいっていう場合は、これをビームヒーターから下ろしてしまえばすぐ冷めるっていう感じですね。もしくは濡れ布巾で包むとか。いや、ほんと正直な話ね、最初お湯を沸かすときに、まあ3杯のサイフォンを使っているとはいえ、まあちょっと火力弱めかなとも思ったんですよ。もうちょっと強くしてこうガンガン上げてしまってもいいんじゃないかなって一瞬よぎったんですけど、トータルで考えたら別にそう一気に上げる必要ないし、僕が単純に、強いねバーナーに慣れていただけであって、適した温度でゆっくりでも確実にお湯を上げて、お湯が暴れず落ち着いた状態でコーヒーの粉と混ぜて、攪拌して余計な刺激を与えることなく本当に適した温度帯で微調整ができると。そう考えると今んとこ、まあ僕のこのビームヒーターの感想としては、本当にサイフォンに適した火力と調整のしやすさと、まあシンプルさとね、全て揃った素晴らしい器具だなと思いました。で、あそれに加えてってか、何よりもまあすごくね、パフォーマンス性もあったし、入れてて本当楽しかったそこ忘れちゃダメですね。本当にね、楽しく入れられましたね。コーヒーも綺麗だしさ、このね、コーヒーを照らして入れるっていうのは本当ね、やりたかったんですよ。コーヒーってさ、黒いって考えられがちだけど、結構実は光に透かしてみると赤みもあったりするし、まあ焙煎度にもよるんだけど、特に浅入りとかはこれよりもね、さらに赤みが強いから、ちょっと今後もね、いろいろ試して、楽しみ尽くしていきたいと思います。そう、火力の調整ってね、結構難しいって聞いたことあるんですよね。まあ、そこがサイフォンにおける、まあ、ポイントの一つであると。で、まあ普通にコーヒー単体で考えても、コーヒーって結構あんまり強いね火に当てたりだとか、
あと沸かしすぎてしまったり、あと攪拌しすぎてしまったり、いろいろまあ刺激を与えすぎるとこうちょっと粗くなったり、なんだったら臭くなったりもするんですよね。それをサポートする器具になり得るんじゃないだろうか。うん、本当買ってよかった。ちょっと高かったけどね。満足です。はい、というわけでじゃあ今日のカズマックスのコーヒーワールド、今日はボンマックの、ビームヒーターのご紹介でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。